大根地区から平塚市の方角を望む権現山。その麓にある雨竜の地区で、この日室町時代から続く盆の伝統行事が5年ぶりに開かれようとしていた。気をつけて怪我ないようにやっていただければと思いますので、よろしくお願いします。地元の人らが向かったのは下大月地区にあるビニールハウス。およそ30束の麦わらを7台の軽トラックいっぱいに積み込んでいく。炎天下の重労働を手際よくこなす地元の人ら。この行事の保存会の会長がその思いを語ってくれた。いや、うんと積んじゃった方がいいよ。結局ここで生まれ育った人は自然とその使命感は持ってると思います。これはみんなが一つになってやろうっていう気持ちがあるからね。だから暑くても一生懸命やっていただきます。麦わらを積んだ軽トラックは再び雨竜の地区へ。その大半が山の上へ運ばれていった。メインの会場となる地元町内会館の周辺では、地元の人らが夜の行事に向け飾り付けに精を出す。暑い最中での作業でも皆5年ぶりに帰ってくる地元の伝統行事に喜びがにじみ出ているように見えた。コロナが終わってやっとこの日を迎えられたなっていう感じですよね。とても嬉しいと思います。頑張りたいと思います。真ん中、コロナ禍を乗り越えての行事再開。小沢会長も期待に胸を膨らませる。コラボ上げてお客さんを迎えてできるのが一番幸せですよ、ね、いやとにかく無事に終わってくれることになっています。そして日は落ち、午後7時、権現山の中腹に合図の火が灯った。一段切ります。はい、拍手。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、一段。山頂から運ばれた松明から龍法寺の前の麦わらに炎が灯される。そして雨竜の108体は長さ3メートルほどの松明を振り回し、五穀豊穣、悪疫退散を祈る行事。松明を担いだ人らは次々と下ってくる。中には小学生も。およそ20人の参加者が代わる代わる松明を振り回し、ギャラリーの盛り上がりもピークへ。一面が炎に包まれ、雨竜の108体は成功裏に終わった。その後は舞台を町内会館に移し、これから盆踊り大会を開催します。はじけてください。お願いします。もう一つの伝統行事、雨竜の盆踊りがスタート。
保存会メンバーを中心に訪れた多くの人が盆踊りの輪に加わり、会場は笑顔に包まれながら5年ぶりの伝統行事は幕を閉じた。我々はこの地域で生まれ育ったもんですから、これをやる行事を行うということには抵抗も何もないです。自然に参加するものだと思っております。5年ぶりということでだいぶ心配しておりましたけど、まあ、地域の方 の特に保存会員の人の協力が得まして、無事にここで松明は終わることができまして、一安心しているところであります。